男たちを連れて桐生は歩き去った。気にはなったが、今のアチは口を出せる立場ではない。しゃあねえや、行こうぜ。呆然としていた瞳の手を引いて歩き出した。しかも仲間内をギロチンすんだね。あ神気やや。あ、私のだ。瞳がポケットから携帯電話を取り出した。パパとお揃いじゃん。え？液晶画面を見るなり困った顔をする。どうした？メールです。田中さんから。田中さん？田中さんって大沢さんの同僚じゃん。田中って誰？父の同僚ですけど。でも、どうしよう。どういうこと？瞳は外国人に、家族や警察と接することを禁じられている。そのため、メールを見るのをためらっているようだ。うん。メールぐらい見てもいいんじゃねえか？それに会社のやつだったら、家族や警察とも違うわけだし。ですよね。迷いながら瞳はメールを見た。私のこと心配してくれているみたいです。なんか今思い出したけど、田中さんこの前の大沢さんのあのシナリオで、なんか携帯の画面見せてきてたよね。それなのかな？知ってんの？誘拐のこと。ええ、父も信用している人ですし。それに私もいろいろと。そこまで言うと瞳は話を区切った。え？田中とは何か特別な関係のような言い回しだ。どういうことそれって。え？田中さんに今の状況を伝えても大丈夫でしょうか？まあいいんじゃねえか？メールくらい犯人もわかんねえよ。なんかちょっと嬉しそうだね、ひとみちゃん。アチが答えると、ひとみは安心したようにメールを打ち始めた。恐る恐る見てるな。その表情を見て、アチの中で妄想が膨らんだ。まさか。こんなおとなしそうな顔をして、父親の同僚と付き合っているのでは。これ多分パパンに飛べるね。あ、やっぱそうか。面白い。意外と中年男を手玉に取るタイプなのか？いやー、膨らんじゃうね。妄想が。そこまで考えてバカバカしいと打ち消した。瞳が誰と付き合っていてもいいではないか。今大事なのは、彼女はあの杖の男から守ることだ。偉いなぁ。手まで繋いでね。どうかしましたか？メールを送った瞳が首をかしげた。いや、なんでもねえ。なんでもねえんだ。バカな妄想を悟られないように、アチはさりげなくクールな表情を作った。バレバレなんだろうなぁ。あっちー。ほろ苦い曲が鳴ってたね。あ、でも、この曲戻ってきたな。センター街を抜けると、丸山町の方から回って、道玄坂に戻ることにした。これなんて読むんだっけ？あー、書いてくれてないわ。丸山町にはホテルが多い。それも、いわゆる普通のホテルではなく、男の人と女の人が、わけあって避けしょってあるのだから、昼間といえども、男女二人がこんなところを歩いていれば、これはもう間違いなく、わけあって削除なのであり、当然処刑においては二人がホテルに入る選択肢を期待するところであろう。しかしそれは無理な相談というものだ。これもまた大人の事情というやつである。なるほど。そういうシーンがあった世界線もあるのかな。どうなのかな。かなり大回りではあるが、杖の男とも出会わないだろう。場所が場所だけに二人の間に少し気まずい空気が流れた。照れ隠しをするように大げさに手足をブラブラさせて歩くアチに対し、瞳はまた難しい顔をして足早に歩みを進めている。うん、姉のことが心配なのは当然だが、張り詰めた気持ちを少し和らげてやりたかった。大丈夫？休憩するかとか言わない？なあ瞳、一つ聞いていいか？え？はい、何でしょう？突然の質問に瞳の声が裏返った。さすがに意識しちゃう。あのさ、ズバリ聞くけど。うん。アチは真剣な顔で言った。何？エコって、どういう意味？え？え？え？地球に優しいことだってのはわかるけど、
でもいまいちわかんねえんだよな。待って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 、なんでさ、普通に英語ではないよな、エコってもうもはや和製英語みたいな感じになってるのに。瞳は少し考えてから口を開いた。エコっていうのはエコロジーの略で、確か人間と自然との関係を考える科学のことです。あーでもすごいね、ひとみちゃんほどしっかりは説明できなかったわ。じゃあエコロジーのティップ一応読んどくか。エコロジー、生態学、生物と環境の相互関係を扱う生物学の一分野。ただし現在では生態学的な視点のみならず、地球環境を文化的かつ社会的に考察することもこういうようになっている。うん、あまりに広い分野で使われるようになったためかえって意味が把握しにくい。うん、だから日本語に馴染んでしまうとそうなるのよね、英語って。科学か、久々に聞いたぜその言葉。瞳の顔にうっすらと笑顔が戻った。こいつバカだなーって怒ってるかもしれない。嬉しくなったアーチは矢継ぎ早に言葉を繰り出す。あのさ、渋谷の綺麗な川の話知ってる？綺麗な川？渋谷にそんなのあるんですか？渋谷駅前の若者100人に聞いたら100人が同じような答えを口にするだろう。それだけ渋谷と綺麗な川はイメージが結びつかない。そうだね、渋谷川、さっき見ただろ、あのドブ川。あー、なんか前通ったところかな、あのおしゃれなところかな、あれが綺麗な川。確かにどこをどう切り取っても綺麗とは言えない川だった。瞳が困惑するのも当然だ。あの川も昔は綺麗だったって話がさ、昔科学の逆襲って本に書いてあったんだ。あ、科学の逆襲、なんかあの雑誌でしょ、どっかに出てきたな。科学の逆、科学の逆襲、言えない、科逆という略称で愛されている人気月刊誌。創刊から29年経った今でもシリーズ逆襲付録の人気は子供たちの間で絶大である。逆襲付録、ちなみに科逆を各家庭に配達する女性は科逆のおばちゃんと呼ばれる。おかしいでしょそれ。毎月25日になると子供たちはその訪問を待ち焦がれる。可逆のおばちゃん、なんだよそれ、なりたいな。いいね。あ、ハンドメイド盗聴器だって。マジか、待って、ハンドメイド盗聴器で付録が安倍山椒魚を育成セットだって。もう意味がわかんないよね。でもこの盗聴器さ、あの愛さんが持ってたやつとなんか関係あんのかな、気になる。あ、かわいい。ひとみちゃんかわいい。うちも撮ってたその本。もしかしてそれって歌になった川のことじゃないですか。歌になった川、うん、1912年に作詞家の高野辰之と作曲家の岡野貞一によって作られた有名な唱歌、春の小川は、当時住んでいた渋谷川上流の情景がモデルになったと言われている。現在では小田急線の代々木八幡から三宮橋に伸びる線路沿いにこの歌詞が刻まれた石、石碑が立っている。あ、そうなのね。春の小川ってあれでしょ、春のうららのってやつでしょ、合ってるかな。瞳は目を大きく開いていった。瞳ちゃんもハンドメイド盗聴器持ってんね。あ、でもありえなくはないよね。そう、それ読んでたの？読んでた。意外な接点を見つけてアチは嬉しくなった。でも渋谷に綺麗な川があったらいいデートコースになりそう。瞳も嬉しそうにアチを見上げた。ドブ川が元通り綺麗になったら最高だろ。最高です。喜んだ瞳の顔も最高だった。瞳、エコの話もっと詳しく聞かせてくれ。いいな。瞳は知っている範囲でエコロジーについての説明をした。アチは黙って瞳の話に耳を傾けた。でもエコの話してって言われたら私できない気がするな。道玄坂までの道のりが突然のエコ教室となった。わかんねえ。最後まで話を聞くとぽつりとつぶやいた。どうして地球があったかいとダメなんだ。北海道とか冬とか助かるんじゃね。いやいや、だから地球全体があったかくなることで生態系が崩れちゃって。まさか温暖化を知らない。アチは頭を絞りに絞った。
生態系はあれだっけ、銀河系みたいな感じのアチの頭の中に大宇宙が広がった。全然違いますよ。じゃあ渋谷系とかそういうのか、それも違います。わかった。とにかく問題はあれだろ、二酸化炭素。それそいつだよそいつ。どんどん減らしていこうな。はい。いいな、あっち大好き。決めた、俺炭酸飲まない。大丈夫かこいつ。大丈夫か。この整った顔立ちの、この自信ありそうな顔でそれ言うんだな。アチが胸を張って言うと、こらえきれずに瞳が笑い出した。なんだよ、笑うなって。俺はすげえマジなんだから。ごめんなさい、だけど。やばいね、面白いわ。楽しそうに笑っていた顔が急に凍りついた。うん。そんな。ん？どうした？どうした？あ！回ってきたな。瞳の視線の先を追うと、そこには杖の男が待ち構えていた。ちっきしょー！マジかよ！とっさに瞳の手を握って走り出した。いやー、ヒーローだな、しかし。なんか結構同じような展開来てるな。人混みに紛れるために、今度は大通りを目指した。さすがに瞳も走り疲れたようで、さっきまでの勢いがない。頑張れ瞳！相手は杖だ！逃げ切れる！後方には追ってくる杖の男の姿が見える。あそこの角を曲がれば大通りだ！はい。声が苦しそうだ。どんどんスピードが落ちていく。大通りまではあと50メートルといったところだ。なんかもうタクシーとかね、呼んじゃった方がいいんじゃないのか。このままでは捕まってしまうかもしれない。瞳、悪い！アチは大声で叫ぶと、瞳を抱きかかえた。お！キャ！瞳の小さな悲鳴が上がった時には、アチはすでに全速力で駆け出していた。まさか！ちょっとアチさん、やめてください。大丈夫、すげえ軽いって。うわあ！王道すぎる。みるみる杖の男を引き離していく。大通りへの角を曲がった瞬間、後ろから杖の男の叫び声が聞こえた。叫び声。お？なんて？アチは反射的に立ち止まりそうになった。あいつ今、俺の名前を呼ばなかったか？え？なんで俺の名前を知っているんだ？あっちーって言ったのかな？激しく動揺しながらも、アチは人混みに姿を紛れ込ませた。どういうこと？もう下ろしてください。恥ずかしそうな声が耳元で聞こえた。え？アチはその声で我に返った。いやー、恥ずかしい。周囲の人たちがクスクスと笑いながら二人を見ている。助けてもらったのは嬉しいんですけど、抱えられるのはちょっと。顔を赤くして瞳が照れている。対照的にアチの表情は曇っていた。気になるよね。待て、アチ。そう言ったようにアチには聞こえたのだ。ね、しかも下の名前っていう。瞳を路上に下ろし、頬を伝う汗をシャツの袖で拭いた。どうしたんですか？瞳が小首をかしげた。さっき逃げている時に、あいつなんか言ってなかったか？いえ、気づきませんでしたけど。どうやら瞳には何も聞こえていなかったようだ。いくら考えても男の顔に見覚えはない。え、実は親戚のおじさんとか？でも拳銃向けてるもんな。ということは何かの聞き間違いだったのだろうか。でもあの男の人、おかしくありませんか？瞳が神妙な顔をしてつぶやいた。逃げる先追いかけてきて、まるで私たちの行動が分かっているみたい。うん。確かにその通りだった。この広い渋谷で一組の男女を探し出すのは至難の業だ。それなのに杖の男は何度もアチたちを見つけ出している。うん。だよな。
つーかこっちの居場所を逆探知でもされてるみて。あ、え、それじゃない？そこまで言ってアチは気づいた。そうか、逆に逆探知されてんじゃねえか。逆に逆探知は？瞳は目を丸くした。ほら、テレビの刑事ドラマとかだと身代金の入ったバッグに逆探知機とかつけるじゃねえか。その逆だよ。それただの探知機やで。逆探知機のティップを読んでみましょう。はい、多分追跡装置と言いたいのだろう。詳細は不明だが、警察ではビーパーなどと呼ばれる追跡用の電波発信機があるらしい。ちなみに英語でビーパーというと、ポケベルや警報器の意味である。あ、そうなんだ。ジャスティン・ビーパー。逆？そう、逆に瞳に逆探知機がついてんだよ。ふざけてるのかな？アチが興奮気味に言うと、瞳は苦笑した。いくらなんでも私に逆探知機はついてないですよ。この服だって家から着てきたものだし。まあ、逆に逆探知でちょっとわかんなくなるけど、普通に GPS 的なものはついてそうな感じがするよな。そうか。だったらどうして？そういった瞬間だった。お？早いね。目の前の道路からまたも杖の男が現れた。まるで先回りをしていたかのようだ。なんだよ一体。慌てて瞳の腰に手を回してまた抱きかかえようとした。大丈夫、自分で走れます。瞳がきっぱりと言ったので、アチは手を引いてまた裏道へと走った。ふふふ。おー、出た出た。まったくしつけえおっさんだな。道路の向こうに山のように積まれた段ボール箱とフォークリフトがある。フォークリフト危ないよ。A、段ボール箱を杖の男に投げつけた。 B、フォークリフトに乗って杖の男に突進した。いや、死んじゃうよ。大丈夫かそれ。え、ちょっとフォークリフト見たいから B 選んでもいいですか。え、おー、お前免許持ってんのか。おりゃー。アチはフォークリフトに乗って杖の男に突進した。もうひとみちゃんもちょっと楽しそうだもんな。いや、絶対ダメこんな。段ボール箱を乗せたパレットにフォークを差し込み、アクセルペダルを踏み込む。お、なんかこれは免許持ってる人か。うわぁ、いや、死んじゃ。バスンと音がして、段ボール箱が男に当たった。そのまま一気に10メートルほど押し戻す。ん？どういう状況？うわぁ！そういうことか。うっ！ブレーキをかけ、前後進レバーを手前に引いて、再度アクセルを踏み込むと、フォークリフトは勢いよくバックした。段ボール箱が雪崩のように倒れ、杖の男はその下敷きになった。破れた段ボール箱からたくさんの小瓶が転がって割れた。あ、これもしかして、これはってか今普通にバーニングハンマーあったな。フォークリフトの音に気づいてか、清掃員風の中年男性が慌てた様子で走ってきた。これリサイクル業者の人じゃない？おい、こら、何やってんだ。ごめんおっちゃん、片付けといて。つながるなぁ。アチは瞳を連れて奥へと走った。え、バーニングハンマーは無事なのかな。清掃員風の中年男性は割れた小瓶をつまみ上げ、めんどくさそうにゴミ袋に放り込んだ。やっぱ割れてるなぁバーニングハンマー。これ玉かわいそうだなぁ。うん、狭い裏路地に二人の荒い呼吸が聞こえる。結局また同じようなところに逃げ込むことになった。アチは悔しくて歯ぎしりをした。悪い、瞳。突然謝られて瞳は驚いた顔をする。歯ぎしり。1、睡眠中無意識に歯を強く擦り合わせてキリキリと音を立てること。うん。2、怒りや悔しさに歯を噛み合わせて音を立てること。この場合は2。ほぼ同時刻、みのりかはみのるもスケジュールに追われて歯ぎしりをしている。おー、なんかティップ3つ目ぐらいじゃない？今回アッチからすごいつながるな。じゃあ一旦戻ってアッチを読んでいきましょう。うん。どうしたんですか？助けるなんて言っておきながら何度も危険な目に遭わせちまって。そんな、アチさんがいなければきっと私はとっくに。アチは瞳の言葉を遮った。それじゃダメなんだ。
ぽつりとつぶやいた。ちゃんと助けたいんだ。拳を握りしめて空を見上げた。ビルの隙間から小さな青空が覗いている。どうしてそこまで？瞳がうつむいていった。アシさんの気持ちは本当に嬉しいです。でもそこまでしてもらうのは、また瞳が助けられることに負い目を感じ始めた。アチは頭をかきながら小さくため息をついた。瞳を助けるのは、エコとか本能だからだけじゃないんだ。本当はもう一つ理由があるんだ。え？アチは少し考えてから口を開いた。おー、かっこいいな。俺には鈴音っていう妹がいるんだ。鈴音ちゃんって、あれだな。うどん屋のおばちゃんが言ってたけど、妹だったんだ、鈴音って。これが全く俺と正反対でさ、可愛くて頭が良くって。鈴音のことを話すアチの顔は寂しげだった。けど、心臓が弱くて、ずっと入院中なんだ。ああ。そうだったんだ。そうなんですか。でもそれがどうして私を助ける理由に？鈴音が入院したばかりの頃、俺は毎日のように見舞いに行ってたんだ。そうしたら鈴音が、なんだろうこれ。お兄ちゃん、そんな毎日お見舞いに来なくていいよ。静かな病室に鈴音のか細い声が響いた。何言ってんだよ。俺はお前のことが心配で。ああ、これ鈴音ちゃん？私なら一人で大丈夫だから。そんなこと言われても放っておくことなどできない。むしろ大丈夫と言われれば言われるほど心配になる。お兄ちゃんは渋谷をまとめてるすごい男なんでしょ？なんと答えればいいのか困った。渋谷をまとめているといえば聞こえはいいが、実際はただ仲間たちと遊び歩いていただけである。鈴音に胸を張れるような立派なものではない。だったら、私のことよりも、もっと困ってる人の力になってあげてよ。なんだよ、困ってる人って。今のお前より困ってる人なんてどこにいんだよ。アチが頭をかきながら言うと、鈴音は弱々しく微笑んだ。お兄ちゃんならわかるよ。すぐに見つけられるよ。でもよ、俺はお前のそばに。私のことはいいの。鈴音は青白い顔できっぱりと言った。どこかでお兄ちゃんが誰かのために頑張っている。そう思うと私は嬉しいし励まされるの。いい妹だ。言い返すことをためらってしまうような何の迷いもない透き通った声だった。わかったよ。なんつか、とにかく困っている人を助ければいいの？しぶしぶアチがそう言うと、鈴音は満足げに笑った。ありがとう。ついでにもう一つ約束してもらおうかな。おお、いいぞ。いくつでも約束してやる。アチは自分の胸を叩いた。困っている人を助けるのなら、最後までちゃんと助けること。いい？わかった。途中で投げ出したりしちゃダメなんだからね。ああ。どうも心配だな。お兄ちゃん飽きっぽいところがあるし。なめんなって、絶対に投げ出したりなんかしねえよ。はあ。アチは小指を突き出した。その代わり、鈴音も約束してくれ。絶対に病気に負けないって。うわあ、そんなことがあったのね。鈴音は寂しげに微笑むと、アチの小指に自分の小指を絡ませた。似てるね、やっぱこの二人も。いい具合に似てる人をキャスティングしてんだな。というわけさ。くだんねえ話だろ、笑えねえし。くだらなくはないね。妹さんの心臓、悪いんですか？瞳の問いに、アチは小さくうなずいた。何がすごい男だよ。すごくねえ。すごいのは鈴音なんだよ。ずっと病気で苦しんでいるっていうのに泣き言一つこばさねえで。俺なんかただ仲間とつるんでブラブラしているだけなのによ。アチは吐き出すようにつぶやいた。
いろんな人たちのために頑張れば、鈴音もうんと喜んでくれるって思ってさ。正直、困っている人なんて簡単に見つからなかった。あちに思いついたのは、街のゴミ拾いぐらいだった。いやー、それもなかなかできないけどね。それでバカな兄は、KOK を抜けて渋谷のゴミ拾いを始めたんだ。そういうことか。だからゴミ拾いしてるんだ。妹さんのこと、仲間のみんなには?言ってね、鈴音の病気のせいにはしたくなかったから。そうだったんですか。先ほどの男たちの争いの理由が瞳にもなんとなくわかった。友達にそういう身内の話をできない人ってまあ割といると思うからね。私もできないわ、そういう話は。不意に靴音が近づいてきた。え、早くね?実は見えてないけどセグウェイ乗ってんじゃねえの。逃げようとする暇もなかった。杖の男が拳銃を構えて裏路地に姿を現した。え、怖。アチはとっさに瞳をかばった。こんなところで撃てば、あっという間に人が集まるぜ。サツとか来て、あんただって困るんじゃねえの?杖の男は全く瞬きをしなかった。充血しちゃうよ。お、なんか喋りそう。はっ!邪魔をするな。アチ。喋ったー!聞き間違いなんかではない。今度ははっきりと名前を呼ばれた。なんで俺の名前を?杖の男は銃口を向けたまま諭すように言った。その女を殺すことはお前のためでもある。どういうこと?どういうこと?一筋縄ではいかない。え?瞳がアチの顔を見た。どういうことなんですか?何が何だかわからず、アチは激しく混乱した。こんな男知らない。瞳、俺を信じてくれ。でも、どういうこと?些細な猜疑心が瞳をアチから数歩後ずさりさせた。杖の男はその瞬間を見逃さなかった。素早く銃口を瞳へと向けた。いやーまずい、ふざけんな!瞳を殺すことが俺のためとか意味わかんねえし!どういうことだ?女が死ねばわかる。ひとみちゃんの敵なのか。杖の男は引き金にかけた人差し指に力を込めた。絶対絶命ですね。To be continued! パッパッパララパラパッパッパラパッ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 。じゃあ、あっち、もう一気に55分まで来たね。で、ジャンプが3回。いや、これどうやって進めてったらいいかな?すごいな。選択肢も多いし。じゃあ時間もあれなので、次回選択肢の回収とかしていこうかな?この瞳ちゃんめっちゃ可愛いな。ありがとうございました。